元町高架下商店街、通称元高。個性的なお店が軒を連ね、独特の雰囲気が感じられるお出かけスポットです。その一角にあるプラネットアースは、さまざまなアート作品を楽しめるカフェ。仕掛け人は神戸を拠点に活動するアーティスト、宮崎三好さんです。まず人の真似をしないということ。何かどにおいても真似をしない。2年前にプラネットアースをオープンした宮崎さんは、元高に魅せられた一人です。いわば個性の集まりですよね。それがすごく魅力的だと思います。店主さんの個性がちゃんと出されている場所、お店がずらーっと並んで、細い道がずらーっとあって、それに両サイドお店が並んでるじゃないですか。商品の並べ方とか、自分のコレクションをこう並べてて、ほら見せてあるでって言わんばかりにこう積んであるやり方がね、すごくいいなと思いますね。それをこう発見しもって、いや私だったらこうするなとかね、そういうことを考えながら歩くのが楽しいですね。アーティストとして元高のお店一軒一軒からインスピレーションを受けたという宮崎さん、こう強く願うようになりました。まず元高で展覧会したいと思ったんです。ちょっと空き店舗がいっぱいあったのと、その朝通ると元高、さっき言ったように作りが面白いじゃないですか。それぞれお店が細い壁でしかなくて、あとシャッターが降りてるという、そういう作りが面白いなと思ったんで、そこでシャッター上げるといろんなお店が並んでたらすごく面白いじゃないですか。そこの中にアートがあるっていうのはいいなと思ってて、夢があるじゃないですか。店内に飾られたこちらの作品、プラネットアースのオープンを記念して宮崎さんが描いたものです。ここ何にもなかって遮蔽せないかんなっていう話があって、要するにカーテンですよね。どうしようどうしようと思ってて、ドレッシングペーパーの大きいのがあったんで絵描いちゃいました。丸っていうのがすごく面白くて、丸を描くことによっていろんな想像力が人に湧くので、でそういうことを描いてみようと思って、畳んで丸です。今年8月には個展長四角の紙を開催。シンプルな形から見る者の想像力をかきたてる宮崎さん独自の表現です。自己表現の中にいろんな要素があって、どんな本を読んでたり、どんなもの食べたり、どんな生活してるかということも自己表現の中に入ってくるわけなんで、生き方ですよねと思ってます。それどんだけ忠実に表現できるかっていう。現在2年に一度の芸術の祭典、神戸ビエンナーレ2011が開催中。その展示会場の一つに初めて元高が選ばれたのです。面白いですね。で、お客さんがどういうふうに、展覧会を見張るのかとか楽しみですよね。というのは元高というのは会場なんですよ。全部が会場なんで、そこの中にポツポツと13軒のお部屋があるわけであって、そこをどういうふうに同化して見に行くのかなというのが楽しみで、さらに10月29日と30日、元高でまた新たな試みが始まります。学生とコラボレーションしたファッションショーです。それもやっぱり新しい、何か今までないファッションショーをしたいなと思ってて、あちこちあるやつじゃなくて、ここしかできない表現の仕方。衣装はすべて元高のお店が提供し、学生たちがコーディネート。元高全体をステージに見立て、そこをモデルが歩くという、まさに元高ならではのファッションショー。こうした新しい取り組みに挑戦できるのは、元高が培ってきた歴史の賜物だと宮崎さんは言います。蓄積された看板とか
そういうものがあったからこそ今の私がおったり、この空間があったり、ビエンナーレがあったりしたと思うんです。男っていうのはやっぱり神戸市なんかで中心を位置してると思うんですよ。山、これを境に山の手と海の手があるじゃないですか。それの中心がもっとこのラインだと思うんですよね。それが面白いなと思うんです。それでその面白さ、なんだったら要するに山があり海がありっていうのは都会にとっては少ないと思うんですよ。そのいろんな景色を楽しめるのが一つの魅力だと思うし、でそこに吹く風ってあるじゃないですか。それがいろんな風があって面白いかな。元校に新たな風を。宮崎さんの挑戦は続きます。